よし、では行きます。編成は大丈夫ですね。ちょっと攻めにね、集中してめっちゃ黙りそうなんですが、そこはね、ご了承ください。では行きます。ボーラーで、OK。位置は大丈夫ね。で、ゴーレムを出して、で、圧着出していきます。で、ウィズでサイドカットしていきます。OK、OK。いいですね。で、大体サイドカットを置いたタイミングでウォールブレイカー。あー、ちょっとそこの大砲削っちゃうと、ウォールブレイカーがね、ちょっとそう、そこ向かんだ、やべえ。やばいな。さあ、ボーラーババキン出していって、中央の区画ですね、入っていきます。よし、で、レイジからの、ちょっと、あー、着やべえ。あ、着がちょっとターゲット取られてる。やべえな。まあいいや。で、押し入っていって、相手の夫婦をね、虐殺していって、OK、いいですね。で、よし、ホグパートスタートさせていきます。さあ、ここでホグパートスタートさせていって、で、ヘイストバルーンで、すぐにね、インフェルノタワーに向かっていくようなルートを作っていきます。よしよし。で、フリーズからのヒーリング。で、ホグ全回復の、あ、でもヒーリングいらなかったかな、今。で、やっでからの、あーちょっとそこの凶爆に引っかかるとちょっとやべえな。リズ島に攻撃始まる前に、よし、オッケー、間に合った。あー、危ねえ。さあ、そしてだいたいリズ島とか壊し終えたよな。オッケーオッケー、いけそう、いけそうか、これ。さあ、ホグはちょっとだいぶ少なくなってんな、これやべえ。ただ待ってよ、もう呪文とか何もないもんね。ちょっと、これは、でも、残りはもう、アーチャーダウン単体攻撃のみなので、あとは時間だ。オッケー、いける。よし、いけそう、いけそう。もうないもんな。よし、あとはホグがね、なるべくね、分離してほしい。分離して、あー、でも結構、一時二時方向残ってる。いや、これいけそうなんだけどな。時間頼む。頼む。あー、ボーラー飛んでる。宙を舞うボーラー。さあ、そして、こっから、ホグライダーが、これね、きついか。残り40秒。40秒ぐらい。で、あー、ちょっとね、十字方向のエリター残ってんのちょっと痛いっすね。間に合うかな、これ。いや、でもいける。いける。間に合いそう？いける。ちょっと、対空のスケルトンがずっとね、宙に浮いたままなんですか。さあ、こっから、ホグが向かっていって、OK！ 残り20秒。いけるいける。オッケー。ああ。ああ。すげえ黙ってたような気がする。いやー。はい。というわけで、前回ね、取ることができました。では行きます。いやー、緊張するな。いつものネタ攻めとは違って、ほんとね、クラン戦のリアルタイムはね、めちゃくちゃ緊張するんですよ。でもまあ、さっきね、言いましたが、今回のね、このアイさんの配置ね、自分にですね、一回ね、前回取ったことあるんですよ。ただ、10以上って謎折りとかね、ほんと難しいんで、今回も前回ね、取れるか行ってみたいなと思います。さあ、前回が確かガゴでね、ここね、削っていくんですよ。で、ボーラー出して、削っていきます。で、からの、必勝剣の攻めでね、アチャクイなんで、ここ捨てアチャクイですね。さあ、オッケーオッケー。結構削れてますね、どう？オッケー、削れてる。さあ、そしてアチャクイが、ここからですね、ボムタワー壊してほしい。で、ちょっと、あ、やべえな。これちょっと一回クローク使った方がいいな。よし、オッケー、サイドカットもできて、よし、で、はい。ゴーレムとボーラー出していきます。で、大砲とかね、削っていってからのジャンプをね、打ちます。よし。だいたい置いたんで、ユニットね、どんどん出していきましょう。さあ、で、ポイズンで、相手のアチクイと、あとバルーン、当たっていきます。さあ、レイジ、全然かかってない。ちょっと待って。ボーラーとババキン全然かかってないな。やべえ。で、しかもまたボーラーちょっとね、前回攻めた時もね、ボーラー逸れたんですが、また逸れてますね。さあ、そして、よし、ホグパートね、どんどん出していきます。
で、フリーズが水筒に全然かかってない。やばい、しくった。いや、ちょっときついか。いや、でもちょっと回収用のね、水とか早めに出していって。ただこれは OK、 全然いい、いい、いい、いける、いける。ヒーリングが来て、ほぐほぐしていって、で、いけるな。 OK、 はい、多分これ前回取れたでしょう。ガゴもね、しっかりとね、大工小屋とかエリタの方に出していって回収していきます。これ、そうなんですよ、前回もね、前回取った時、あ、ちょっとね、ダジャレみたいになってるんだけど、ボーラがめっちゃ揃えて前回取れたんですよ。今回もね、そこをすんなりとなぞりましたね。いや、これ多分時間的にもまだ50秒あるんでいけますよね。よし、で、あとはですね、 OKOK で、外周とかもそうですよね、施設ないんで、ないですよね。 OK、 はい、そうですね、やっぱり前回もね、前回取れたので、はい、こういう風にですね、なんとかなぞることができました。あ、集中しすぎてすげえやっぱ黙るな。さあ、では2回目いきたいなと思います。さっきですね、前回取れたんで、こうやってね、前回取って星6を取ってね、いいところを見せたいなと思います。はあ、緊張する。よし、ここをですね、ゴレクイですね、ゴレクイで3時の区画の大砲とね、アーチャータワー削っていきます。で、ヒーラーつけてね、 OK、 カットできますね。で、そろそろこのタイミングかな、もういいかな。まだやっぱ削りきれてないな。さあ、ベビドラでサイドカットしつつ、ゴレウィズで相手のババキンを処理してからのサイドカットですね。で、おっと、ゴレヒ流れてる。ゴレヒ、そっか、2時の迫撃やっぱ流れるんだ。ちょっとやべえ、壁役がいない。やばい、あ、ちょっと、あー、ちょっとテンパった今。いやー、これちょっとね、ゴレヒ流れたのいて、全然中央削れないもんだって。ちょっともうホグパートスタートさせていきます。いや、これ多分ね、インフェ前で解けるわ絶対。施設数が圧倒的に多い。ただそれでもね、ワンチャンあるかもしれない。オッケーオッケー、テスラをね、壊してからのヒーリング2発目、もう準備しとこう。いや、でもちょっとね、ヒーリング2発目、あー、あ、ヒーラーが残ってる。あ、つけ忘れたんだ、ゴレヒーに。そうだ、6時のゴーレムにつける予定だった。やべえ、ヒーラーどこに出そう。ヒーラーとカゴ、うーん、ヒーラー、あ、こっち、ゴレヒー、ゴレマイトにヒーラー。対空砲に撃たれてすぐ死ぬわ。水頑張ってるけど。いや、ちょっとね、ゴレヒ流れたのやっぱきつかったっすね。本当はですね、中央でどんどんですね、ゴレヒでね、回復させつつ、で、中央ね、えぐる予定だったんですよ。で、クロスボウとか水筒ですね、真ん中の方にあったやつ、あそこ削ると、多分ホグがすんなりですね、インフェ向かったとは思うんですが、最後の水がやられてしまって終了と。あー、星6取れなかったですね。というわけで、今回はですね、クラン対戦リアルタイムアタック、タウンホール10のゴレホグですね。こちらをお送りしていきました。そうですね、いつもやってるネタ攻めとは違ってね、本当にクラン戦緊張してしまって、で、全然実況できてなかったので、ボツにしようかなって思ったんですよ。ただですね、まあ、せっかく前回もね、2本ぐらい取れたので、今回ですね、まとめてお送りしていきました。で、今はですね、ちょっとね、ホグライダーたちを巨爆でね、囲ってね、いじめてるんですが、本当にですね、ゴレホグですね、タウンホール10、最近ね、ようやくね、慣れてきたかなっていう感じでございます。そして、基本的な編成はこちらですね。対戦が始まる前に組んでおいて、で、始まったらですね、ゴレホグでね、前回取れそうな配置をこう見て、で、配置に合わせて微調整をする感じでございます。
で、ヘイストバルーンで、ホグのルートをですね、作ったりとか、あとはですね、サイドカットを行ったりします。で、非初見の攻めで相手の援軍にラバハンドが入っているっていうのが分かれば、2本目のリプレイみたいにですね、ステアチャクイっていう感じでね、サイドカットをして防衛室を削っていって、で、その分ですね、まあ、サイドカットできるので、ゴーレム2体にしてボーラーマシマシで、中央の火力をですね、増やしていくみたいな、そういった微調整をすることができます。なので、タウンホール10になって、これからですね、ゴレホグやりたいよーっていう人はですね、この編成が結構おすすめですね。個人的にやりやすかったので、結構おすすめの編成となっております。で、またですね、こういったタウンホール10とか、あとはね、他のタウンホールごとでの、なんかね、おすすめの編成とかあったらですね、またどんどん動画にしていきますので、まだチャンネル登録してないよーって人は、ぜひともチャンネル登録お願いいたします。で、最後にですね、おすすめ動画も貼っておきますので、そちらの方もぜひぜひご覧ください。はい、それでは次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。